阿久津幸彦は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党外務部会長、選対副委員長、役員室長代理、内閣総理大臣補佐官、内閣府大臣政務官などを歴任、東京都文京区出身、お茶の水女子大学附属小学校、中学校卒、東京都立北園高等学校を卒業後、 米国上ジ,ジは新東ンン大学に進学し、同大学院を修了。1984年から約10年にわたって、石原慎太郎の公設秘書を務めた。1993年には東京都議会議員選挙に、三鷹市選挙区から無所属で立候補するも、落選。その後、菅直人の誘いにより、新党先駆けに入党し、 1994年から約2年間政策委員を務めた。1996年には旧民主党決闘に参加。第41回衆議院議員総選挙で東京24区から出馬し落選。2011年2月25日、宇宙飛行士、古川里氏、内閣府特命担当大臣、黒羽光一郎と2000年の 第42回衆議院議員総選挙で東京24区に出馬し民主党公認で初当選。か次の内閣国土交通大臣の下、総括副大臣に就任し、関西談合防止法の提出、圧戦利得処罰法、踏切道改良促進法の改正案などの成立に関わった。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、 自由民主党の萩生田光一に敗れるも、比例東京ブロックで復活し、2戦。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、萩生田に約5万票の差で再び敗れ、比例復活もならなかった。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙で、萩生田に比例復活を許さないほどの対象で、参戦。同年10月に民主党副幹事長。 2010年1月に民主党東京都連幹事長に就任。同年6月、菅直人内閣で内閣総理大臣補佐官に任命される。2010年9月から菅直人第1次改造内閣で内閣府大臣政務官に任命され、菅直人第2次改造内閣でも再任された。2011年6月より内閣府大臣政務官の担当分野に、 東日本大震災の復興担当が加わった。野田内閣でも一旦は再任されたが、2012年9月7日に退任し、民主党総括副幹事長に就任。2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、萩生田との4度目の対決の末、ダブルスコアの大差をつけられて落選した。長福立候補した比例東京ブロックでの、 復活当選かなわず、落選。2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙では、萩生田に再び敗れ落選。2015年より、緊急人道支援の国際 NGO 認定 NPO 法人ジャパンプラットフォームにて、国内事業部長兼東北事務所長として、東日本大震災復興支援事業を統括。 2017年10月22日実施の第48回衆議院議員総選挙に比例党北ブロックから立憲民主党の単独参位候補者として立候補し当選した。10月26日執行役委員会で幹事長代理の就任が決まる。2019年6月4日立憲民主党東京都第11区支部長に就任。島における遺骨収集は 第一次、安倍内閣時代から進められたが、伊王島は中心部に軍事基地があるため、発掘作業は島の外側で行われており、収集できた遺骨は約8700柱に止まっていた。麻生内閣で伊王島の滑走路を引き剥がして島中央の遺骨収集する計画を決定したが、鳩山幸男内閣によって中断されていた。自民党は、 森吉郎や新道義隆が、カンナオトに事業の継続を要請し、カンナオトは自民党に社員と事業の継続を約束した。2010年、阿久津は、洋島における遺骨機関のための特命チームのチームリーダーに指名され、米国に派遣された。阿久津は、アメリカ国立公文書記録管理局を訪問し、スリハチ山付近に、 日本兵の集合埋葬地があることなどの記録を確認。さらに、米国国防総省の捕虜、行方不明者調査局を訪問し、調査への協力を確認した。2010年8月、阿久津の持ち帰った資料を基づいた私屈が行われたが、遺骨の発見はされなかった。そのため、厚生労働省がアメリカ国立公文書記録管理局で公文書の再調査を行い、 10月の再取屈で滑走路の西部やすり鉢山奥に大規模な集団埋葬地を発見することに成功した。自身の政策として以下を挙げている。2008年10月13日、街頭演説にて、ありがとうございます。